ジェフリー教の肖像、ジェフリー。フランシス・ジェフリーの創刊に携わり、編集業務と合わせて様々なエッセイを残し、とりわけ、ウィリアム・ワーズワースやロバート・サウジーラ、イギリスロマン主義主人らを活動拠点である湖水地方にちなんで、レイクスクールと名付け、辛辣な評価を下したことで知られている。フランシス・ジェフリーは、エディンバラで民事控訴院に6年間通った後、 1787年から1789年5月まで、グラスゴー大学に在籍し、東大学の論理学、修辞学教授であったジョージ・ジャーディンの影響も受けて、弁論の研鑽を積んだ後、法学も学んだ。ジェフリーの肖像1791年9月から1792年6月までの10ヶ月間は、オックスフォード大学のザクイーンズ・カレッジで学んだが、 すぐにエディンバラ大学に戻って歴史、法学、そしてドゥガルド・スチュアートによる政治経済学の講義を聴講した。1794年12月にはスコットランドでの弁護士に認可されたが教育を通じて身につけてきたトーリー党的な思想をスてホイック等に傾倒したために放送会で身を立てることが難しくなった。22-24モレ・プレイス・エディンバラ 24、四 The Left, Was the Home of Road, ジェフリー・フランシス・ジェフリーの肖像1798年に、ロンドンに出て、ジャーナリズムに手を出すが、うまくいかず、また定職にもつけなかった。1801年、キャサリン・ウィルソンと結婚する。1805年に、妻キャサリンが死去したが、1810年には、ニューヨークのチャールズ・ウィルクスの娘で、求心的ジャーナリストで、 ロンドン市長も務めたジョン・ウィルクスのまためである、シャーロットと親密になる。彼女がアメリカに帰国した際ジェフリーも同伴し、二人は1813年に結婚した。夫婦はスコットランドに戻る前にアメリカの都市をいくつか回り、この経験を通じてアメリカに対する融和的な政策を一層強く擁護するようになった。 最初の結婚を機に安定した収入が一層必要となっていた中、ロンドンにあるジェフリーの家で、シドニー・スミス、ヘンリー・ブルーアム、フランシス・ホーナーらが集まった際に、スミスが新しい文芸雑誌の発案をし、それがきっかけで1802年10月10日のエディンバラレビュー創刊に至った。当初、エディンバラレビューには編集者がおらず、最初の3号は、 スミスの手によって編集がなされたが、彼がロンドンに立つ際に、業務はジェフリーの手に委ねられ、1803年から1829年の間、上院での弁護士業務の傍らで当雑誌の編集者を一人で務めた。関係者のほとんどは保育当支持者であり、雑誌の方向性は害して社会、政治の変革を訴えることにあった。当時のスコットランドで、 ホイック等の声を代弁するメディアは皆無だったこともあり、コックバーン教によると、エディンバラレビューの総刊号のインパクトは衝撃的であった。ただし、もともとは、党派色を全面に打ち出していたわけではなく、飛行者の中には、ウォルター・スコットのようなトーリーともいたが、雑誌のホイック側を鮮明にしたのは、1808年にジェフリー自身が書いた。 フランス軍のスペイン侵略に関するペドロ・セバーヨスの作品についての記事語である。この記事はスペインでのイギリス軍の活動に失意の念を表明したため、スコットが即座に購読を取り下げ、トーリー側のクオータリーレビューが創刊されるきっかけにもなっている。当時のイギリスの評論紙は実質的に出版社の主柱にあり、気候記事も雇われ文筆家が出版社の利害に沿って、 書くよう指示されていた。一方、エディンバラレビューは、出版社ではなく、編集者の指示を受けて、記事を書く、有能かつ独立した書き手スタッフを抱えていた。彼らの手取りは1シートあたり6ギニーで、多くの場合後に25ギニーまで上がった。創設に携わった、有能なメンバーらが離脱した後も、この方法の一般的な原理や、目新しさゆえに、雑誌は成功の道をたどった。 総計で1万2000文が配布され、ジェフリーの編集は1829年6月発行の98号まで26年続いた。ジェフリーが辞めた後、編集は弁護士マクビー・ネーピアが引き受けた。法律家のジョン・オースティン、哲学者のジョン・スチュアート・ミル、バートランド・ラッセル、詩人のフェリシア・ヘマンズなど様々な分野の学術家や政治家が寄稿した。 ジェフリー自身の記事は200本を数え、6本以外はすべて編集者の仕事を辞める前に書いたものである。彼は、ふとした気晴らしのため、あるいは、特段の準備もせずにさっと書き上げることが多かったが、アーチボールド・アリソンの美的趣味、ジェレミー・ベンサムの立法論、ロマン主義古水地方の詩人の評価、文学と社会制度の関係等、トピックは多岐にわたり、 かつ明晰で資料深い議論を行い、特定の文学作品への適し批判をしたことでも知られている。批評家としてのジェフリーの素養は、エディンバラ大学の道徳哲学教授であったドゥガルド、スチュアートの哲学教育やスコットランド常識学派の伝統に覆うところが大きく、とりわけ彼の批評において、政治経済、刑事上学、倫理医学、認識論、 科学的方法論等の基礎を作った。例えば、スコットランド詩人、ウィリアム・ドラモンドの観念論に対して、実在的事象とのつながりがない心的感覚と外的事物が、不可否的にある感覚をもたらすという信念としての、知覚とを区別し、外的実在性を信じる上で、最も工事の証拠のみに依拠すべきであるという慎重な姿勢を示して反論している。一方で、 ジョゼフ・プリー・ストリーの思考と知覚をすべての,の物理的運動に帰する唯物論にも批判的であり、またベンサムに対しても、功理主義における善悪の基準が、ベンサム自身が否定した道徳的感情によって認識できるものであるとして批判を展開している。16号ではジェフリーは、トマス・ムーアの死の道徳性を批判したため、1806年に、 両者はチョークファームで決闘をすることになった。結局当局に止められ、ジェフリーのピストルには銃弾が入っていないことも明らかになった。この事件のご両者は和解し、ムーアがエディンバラレビューに寄稿し、ジェフリーもムーアのロマンス作品ララルックについての記事で好意的な姿勢を見せるほどであった。小判詩人への攻撃ロマン主義詩人に対しては、エディンバラレビュー総刊号で、 ロバート・サウジーのサラバ・ザ・デストロイヤーを批判したことに、始まり、1807年の11号で、ワーズ・ワースの1807年詩集にも厳しい批評を、加え、彼らの詩が独創性を歌いながら、実際は、チンな情緒に終始するものと主張し、攻撃、嘲笑した。18号でのジョン・フォードの劇作品の書評では、ワーズ・ワース、サウジー、サミュエル・テイラー・コール・リッチ。 ジョアンナ・ベイリーラについて、作法を模倣し、その得意な面だけを猿真似している。結局彼らは最も自由で、飲酒に無頓着な思索家と自認しているが、彼らの文体はあからさまに、またいまいましいほど、作為的であると断じた。コールリッチは1817年の文学的自助伝第三章で、ジェフリーによる自分たちへの批判に応答した一方、ジェフリーも、 その、コールリッチの反論に応える形で、エディンバラレビュー23号に掲載された、ウィリアム・ハズリットによる、文学的自助伝への書評に編集者として、宙をつけ、改めて彼らの死を、メソメソしていて気が病んでいるとこきおろしている。なお、コハン派という別称はこの宙において、初めて用いられた。エディンバラレビューの成功と合わせて、ジェフリーは、自分の主戦場である、 放送会に目を向けることも忘れなかった。文芸批評価としての評価を得たことは、弁護士としての出世を後押しした。彼の業務はやがて民事、刑事裁判療法に及ぶようになり、スコットランド国教会の全体集会にも定期的に出席した。彼の機敏で鋭い洞察力は、承認や相手側の主張の脆弱なところを見抜くのにも、十二分に発揮された一方、 答弁でも優れた流霊さを発揮した。ジェフリーは1820年と1822年にグラスゴー大学の教区牧師に、1829年にはスコットランド弁護士会の会長に選ばれ、その直後にエディンバラレビューの編集業務を降りた。1820年代にホイック政治に積極的に関わっており、1830年にホイックが政権を握ると、 ジェフリーは、法務総裁となり、1830年と1834年には二度会議員を務めた。議員生活の後、スコットランドの民事の最高裁判所である民事、控訴院の下部組織で裁判官として働き、ジェフリー教となった。1842年から死去する1850年までは、その上部組織で裁判官として働いた。1843年に、 スコットランド協会が分裂した際には脱退者側の弁護についた。エディンバラで死去し、道都市西部のディーン墓地、ルイス・インゲイツのスリー・スタディズ・イン・リテラチアがある。ジェフリーを記念したものとしては、エディンバラのジェフリー・ストリートやエディンバラの議事堂にある、ジョン・スティール教による共像がある。ありがとうございます。